就職氷河期世代を対象にした採用試験を行った宝塚市では今日、中川市長が会見を開きいずれも40代の男性2人と女性2人に内定を出したことを明らかにしました。 バブル経済崩壊の影響を受け、就職が難しかった就職氷河期世代に限定して採用試験を行った宝塚市。今月13日、来年1月から職員として採用する4人に内定を出しました募集の対象は今年度末で36から45歳の高卒以上で、全国から1816人が応募し、筆記と面接を実施。 当初3人の予定でしたが最終的に採用を4人に増やし倍率は400倍を超えました内定者4人は40歳から45歳の男性2人、女性2人現在2人が無職非正規と正規が1人ずつでこのうち2人が県内からの応募で配属先は未定だということです。女性業ととと、か、ももっっ 広げてこの氷河期世代の支援をしなければやけ石に水だと支援の採用をしてもらいたい企業にそれを強く望みます市は今年度から3年間採用を続けるとしていて今後の応募条件や採用人数はこれから検討するとしています このほか、県内では加西市、赤穂市、三田市なども就職氷河期世代の採用を予定しています。